黒っぽい大型バスが路外にはみ出し、草地に止まっている様子がわかります。午後2時ごろ、中富良野町の道道を美瑛町の方向に進んでいた大型観光バスが路外にはみ出す事故がありました。警察や消防によりますと、このバスには運転手とガイドを含む34人が乗っていたということです。周辺に大きな病院がなく、搬送先の選定などに難航している状況で、現在も搬送作業が続けられていますが、いずれも軽傷だということです。現場は緩やかな右カーブで、警察はバスがカーブを曲がりきれなかった可能性もあるとみて、運転していた50代の男性から事情を聞くなどして事故の原因を調べています。